サスケ殿、お願いできます。お任せあれ。忍法、変わり身の術。うわ、かぐや様が二人。サスケさん、お上手ですね。お褒めいただき光栄です。忍術、昔からそんなにお得意でしたの？失礼、気を抜くと時々猿の言葉が。ええ、忍術は子供の頃より得意でした。ウケケって、いや、真田十勇士の猿飛サスケといえば生まれついての天才忍者と歌われておりますからの。さあ、お二人はこのまま西へ。拙者もすぐ追いつきます。かたじけのうございます。